がとうございます。そうです、あの L キューブって結構来た時広いなって思ったんですけど、なんかキーボード結構ぶつかるし、ですが、先輩ではないんですけど、僕たちがちょっと人数多いバンドに、札幌からやってきます、セロス先生、よろしくお願いします。よろしくお願いします。ちょっと水飲ませてください。僕たちはロスっていう札幌で普段活動してるバンドなんですけども、この前今回ちょっとメンバー、大きく変わりまして、でこの7人で、なんか一応壮大なことやりたいなと思って始めたバンドです。よろしくお願いします。で本来だったら札幌のスピリチュアルラウンジさんで2月17日に、らしていただく予定だったんですけども、ちょっとこれだけ人数いるとね、ベースの藤原くんがちょっと38度ぐらいの高熱を出されまして、結局インフルじゃなかったんですけど、いやそれじゃ出すわけいかないだろうってことになりまして、でこの離れたコマトコマコマの L キューブの地で、初ライブやっていきますよ。お願いします。いや、そうですね、喋るの得意じゃないし、そうだね。ということで、じゃあごめん、変だと思って、3曲目の方行きたいと思います。ちょっと重い感じで頭振りたい方は振ってくれると嬉しいかな。ドラゴン気がする。
Yeah.
と1曲あります。で次で早いもので最後の曲になるんですけども、そもそも今日ここに出演させていただくことになったのは、僕らツイッターやってまして、ロスアンダーバー札幌で検索してもらえれば出てくると思うんですけども、後で気になった方調べていただけると良いと思いますので、よろしくお願いします。でそちらの方でそちらの方でっていうか、それとリンク連携して、リンク連携っていうのちょっとあんまりよくわからないんですけど、サウンドクラウドの方に1曲だけなんですけど、まだ音源上げさせていただいてます。でその曲を確か聴いていただいてだったかな、それで今日出ませんかっていうふうに本当ですねお誘いいただいたのが発端で今日この場に札幌から、来ています。本当にA キューブの PA さん、そしてサップの方々、そして出演者の皆さん、今日は本当に、この楽しい時間を提供していただきありがとうございました。ありがとうございます。で、それがこの最後の曲です。あ、もう止めちゃうんだ。これがその最後の曲です。サークル、間違ったサウンドクラウドに音源上げてるので、気に入った方はぜひ聴いてください。デスイゴWhat the hell?